アンプラット気分は、ウツボカズラモ木毛線ゴケカに属する食虫植物の一族であり、湿原に多く生育する草本である。特徴として、葉の縁及び表面に粘液的を持つ、線音を持ち、ハエやガなどの小型の昆虫を捕らえて、窒素化合物やリン酸などを得ることで、土壌の栄養塩類に乏しい湿原に適応している。英語名は、 陽光の下で輝く、免疫的を炉に見立てて三度であり、学名のドロスラは、ギリシャ語で、炉を表すドローソーズが、語源となっている。また、日本語の毛線ゴケは、群生地での赤色で毛羽立った葉を毛線に見立てた、ものである。大部分が多年生で一部が一年生である。地下部は短い根を数本持つだけのもの、20センチメートル、以上の根を水平、または、 炎直に伸ばすもの、肥大した、地下茎を持つものなどがある。花は、相乗花女につき、未熟時にはその先端が渦巻き状に巻いている例が、多い。葉は系、系トーラ蘭系等で、その縁から表面にかけて、繊毛を持ち、その先端は、ネバネバした粘液に覆われる。繊毛は昆虫などの小動物を粘りつけると同時に、繊毛や葉は、湾曲をはじめ、 包み込む形の形成運動により獲物を巻き込んでいく。捕獲された小動物は続いて分泌される各種の消化酵素により分解、吸収される。形成運動は猛戦後結果の他族であるムジナモ族、ハエトリグサ族と共通するが、それに加えて専門に粘りつけて小動物を効率的に捕獲するのは 本属の大きな特徴の一つである。本属の植物は、他の植物との競争が少ない、湿原等の土壌の酸性度が高く、栄養塩類に乏しい環境に適応している。地上部の形態は次の三つがある。成熟した葉に密生する、繊毛の先端はやや膨らみ、その細胞の隙間から粘液と消化酵素を分泌する。表面は、 口倉層で覆われており、消化酵素による自己消化を防いでいる。専毛や葉を湾曲させ、獲物を包み込む形成運動は、専毛の先端の細胞群の刺激により生じた、電位差の電波により、柄の細胞群に、暴圧の勾配が作られる一方、植物ホルモンであるオオキシンの成長制御作用による、細胞の急速な伸長により起きる。 専門の湾曲は10分から15分、やや遅れて、陽心の湾曲は15から20分で終了し、獲物を抱え込む。以後、分泌細胞群が強い酸性の分泌域と、酸性条件下で、強い活性を持つパーオキシダーゼ、エステラーゼ、酸性フォスファターゼ、プロテアーゼ等の消化酵素を分泌し、獲物の分解が起きる。分解されて、 液状となった消化物は、繊毛より吸収され、窒素源やリン酸源として利用される。ダーウィンは本属の研究を行っている。その中で、例えば、歯の上に各種の物質を適化して、繊毛と歯の運動性を観察した結果、タンパク質やアミノ酸に対して強い反応が見られることを確認している。南極大陸を除く。 全世界的に分布する。170種以上が知られており、その半数近くがオーストラリアに分布する。北海道や東北地方の冷涼な産地から南西諸島まで日本全国の湿原、湿地に7種ほどが自生する。広く分布するものもあるが、ごく限られた場所にのみ産するものもある。また、園芸用に栽培されている国外の種もいくつかある。 日本に自生するのは以下の通り。このほか盲戦ゴケと長場の盲戦ゴケの自然雑種とされるものに、サジバ盲戦ゴケ DX オブオバタマートイコッホがある。日本国外に分布する種を記す。日本国外での栽培種には以下のようなものがある。薬用及び干渉用として利用されている。2018年長江盲戦五家が、 特定外来生物に指定されて以降、本属の植物を海外から日本に輸入する際は、植物系に液晶を通過するために長江毛線ごけ以外の盲線ごけであることを示す証明書が必要となっている。ありがとうございます。